さん、こんにちは。北区から立候補を予定しております渡辺真由美です。皆さん、2015年はいろいろな節目の年です。一つは戦後70年の節目です。戦争中、三方原小学校で先生をされていた女性の方が先日私にこんなお話をしてくれました。子供たちと集団下校をしているとき、艦載機がぐーっという音を立てて頭のすぐ上まで飛んできて、パラ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 と弾を落としてくる。こんな中を子供たちと松林にひれ伏し、本当に怖い思いをしました。いつ死ぬかわからない、こんな恐怖に怯えながら毎日生きていく、これが戦争なんだと。だから絶対戦争はやってはいけない。そしてあと10年もすればこの戦争体験をした人たちがいなくなってしまう。今生きている自分が誰かに伝えていかなければ、そんな思いに駆られると真剣に語ってくれました。改めて戦後70年は特別な節目であって、戦争につながる集団的自衛権の行使は絶対に許すわけにはいきません。二つ目は、私が初の細江町議に当選して20年になります。細江中学校の給食実現の願いは、十数年にわたる町民の皆さんと日本共産党の粘り強い運動で見事に花開きました。みんなで力を合わせれば政治を変えることができる、これが私の政治活動の原点です。三つ目は、浜松市に合併して10年が経ちます。大きくなって何一ついいことはありません。ブドウの房のようにそれぞれの町の良さは残しますと約束した。これは見事に裏切られ、三日に体育館の廃止計画問題に見られるように、地域の大切な施設を次々と廃止に追いやっております。北区ではさらに今、天浜線沿いや町の中にある公衆トイレが消え落とし、怒りの声が上がっております。その一方で、宮古田地区への鈴木への企業の進出にはこれから50億円も補助金を出すんです。こんな逆立ちした市政に何でも賛成の議員ばかりでは困ります。市民の暮らし第一で物を言う渡辺真由美の議席を北区から何としても押し上げてください。北区になくてはならない一議席、これを訴え頑張り抜きます。ありがとうございました。